エッサおいさエッサおいさ。みなさんこんにちは、エアンです。みーちゃんです。トーコンダピクラシェです。今日はでっかいダンダンボールを買いに行きました。買いしました。でっかいダンボールを買いに行きました。なんですかこれは。なんだと思う。知ってるこれ。トーコこれどこで買った？買った。テレビの大きい。あ、知ってる。全部説明してくれましたが、今回はですね、こちらの LG の55型のテレビを購入したので、これを開封していきたいと思います。ですね、ちょっと声でかすぎたから割れてるかもしれない。興奮のあまりコストコの最高金額を余裕でぶっちぎりました。初めて行った。先日もコストコ行ってきたばっかりなんですけど、ちょっとね、とある いろんなことがありまして、なんと最高金額20万円を突破してしまいました。いやー、まあちょっと今回番外編っていう感じだと思うんですけど、まあ、ただちょっといろいろ理由はあるんですが、今ねコストコでテレビフェアやってたんですよ。でもともとねテレビをねずーっと買いたくて、もう買いたくて古い、買いたくて買いたくて震えるそうか、古すぎやでしょ。ほんとそんな感じだったんですけど、あのね、前回夫婦で行ったコストコはもうテレビの下見みたいな感じだったんですよ。実はね。そう、実はね。で今回テレビをで17万円だったんだよね。コストコの定価は17万円で出てるんだけど、カラクリがあってプリペイドカードがなんと7万3000円。こんなにプリペイドカード見たことない。このね7万3000円分バックだったので、まあ実質10万円以下で買うことができました。すごい、こんなのね、うち7万円のこれ一瞬で使っちゃうからね大体。ということでね、今回テレビ買ったんですけども、あのね、一個だけ話していい？本当に長いの。長いよってみんな思ってる。言いたいの。でもね、じいじんじに行った時に、お前信長なんだ見たじゃん。あの時にね、私すごいカメラをいいカメラにして画質上げようと思って頑張ってんの。うちのテレビ実はめっちゃちっちゃくて、いや、なんかこういう仕事をしているのにもかかわらず見るものがないわけじゃないですか。いい画質のものはあっても確認するものがないと思うんで、それはもうね、やばいな、致命的だなと思ってこれを買いました。あくまで YouTube の動画をチェックするためね。チェックしたかったの。うちあんまりテレビ見ないから、本当に見ない。ほんまりってか、もうほとんど見ない。ほとんどテレビ見ないんだけど、なんか映画とか見たりとか YouTube 見たりとかするので、そういうのを見るために、そうだ、ね、大きいモニターを買いました。だからね、今まで細かいところとか確認できてないところとかがさ、これを見たらさ、うわこんな毛穴やばーみたいになるかもよ。鼻毛映ってないみたいな。鼻毛がみたいになるかもしれないんですけど、今まではちっちゃかったから確認できてなかっただけっていう。だからね、今まで視聴者さんの中にはね、多分こういうテレビで見てる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと恥ずかしいよね。ということで、ちょっと新しくさせていただきました。そうなんですよ、もう本当にもうめっちゃお金のタイミング見て、今だって思ったんだよね、コストコテレビ。そう、安い、そう、ね、今回いい金額で、あのね、アマゾンだと大体13万円だったんだけど、コストコだと、配送料も無料で、たった10万円。それはね、かなり安いなと思って。しかも、あの、最近流行りの有機 EL なんですよ。こういうのは、ね、あなたに任せるわけですね。皆さん持ってるあの iPhone とかの綺麗な画面、あれ全部有機 EL なんで、最近のね。ちょっと高いんだけど、その分めちゃくちゃ綺麗に映るので、それをね、ちょっと今日は確認しながら開封していきたいと思います。ずっと回ってるよ、それでは行きまーしょー。一応こちらはね、1年保証がつくんで、それでまあいいかなと思って、まあ、子供たちに壊されるリスクがね、あるんですけど、それはやめてくれ。1年保証で 4K のね、テレビが10万円で買える時代ですからね。そうだね、液晶テレビだったらね、4K だとね、5万円くらいで買えちゃう。そうだよね、有機 EL だからってことだよね、はい、うわ、待って、見て。さあ、出すよ、なんかパーツがいっぱい入ってる。パーツが入ってる。あー、この発泡スチロール嫌だ。足だね、多分、うん、足は今回使わないんで、パネル、はい、無理だよ。
泡白いに大興奮してる。発泡白いめっちゃ入ってんな。倒すか。え、倒していいの？大丈夫、倒して。よいしょ。おいおい、せーの、だイータンの顔が映ってる。でっかい鏡みたい。でね、これちょっとやばいね、これすっごい薄いのよ。はい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 、見えるかな。薄さがこれです。これこれこれ、薄さがこれ。今のテレビってこんななの？昔さ、ドラム缶って言ってさあ、じゃあブラウン缶って言ってさ、ドラム缶の厚さはだいたいもうなんかパッと見2センチないかなくらい。やばいよ、ほらもうここに収まるもん。じゃあちょっと引き立てるのでお待ちを。はいはい、今ね取り付けてるんですけどすごいあのですね、見てもらう方が早い、うん、見てこれね、見てこれ見てこれ、イータンが壊しまってた。イータンが壊しまってた。イータンが壊して。ここはキッチロールしてる。発泡スチロールのさ、ゴミがすごいじゃん。ベイマックスだってさ、倒れちゃってるよ、バラララやりながら。イータン、これ良くないよ。後で掃除機で片付けるけどさ、もうやだやだ、もうこれ発泡スチロールの部分が。イータンいいよ。ありがとうね。イータン今日何なんだっけ？ピンクの妖精。ピンクの妖精なんだよね。ピンクの妖精悪いことばっかしてるけどね。ピンクの妖精さん？うん。壊れたやつを集めてたんだよ。壊しちゃったね。これを集めてんだよ。ほら、ほらね。ほら。まあ一生懸命なんだよね。ね、我が家のテレビ台に設置しようと思って今ね、こんな感じでネジを取り付けました。このネジがね、なくて焦ったね。ね、だけど取っといてよかった、うん、工具箱の中に、ね、うん、工具箱の中にいっぱいネジ取っといてたので大丈夫でした。ほら見て、こうやってでかいよね。じゃあ疲れちゃったのかな。私も眠いです。発泡スチロール割れさされたからしまいました。もうやだ、超ストレスになりました。子供たちは楽しそうでした。待って、あー怖いよー。あ、今日いた、後ろ下がれる。もっともっともっと、お尻当たりよ、お尻当たりよ、ピンタルよ、こちら下がって。どこ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 、ここの爪。あ、わかんない。下げていいよ、下げて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 上げて上げて下げて下げて。頑張れ。でかい。え、でかい。え、でかい。映ってる。あ、こうしないと映んなかったそれぐらいでかい。すごい。 OK。 そしてリモコンがついてる。リモコンがついております。リモコンにはね、Netflix とね、なんとディズニープラスって書いてあるの。うそ。あ、ほんとすごい。ほら行くの本当にディズニープラスに。アカウント連携すれば、嬉しい。フールはないんだ。そうなんだよね、やっぱ三大配信サービスって。なんかちょっと教えてほしいんだけどさ、液晶とさ、有機EL の世界。あ、それね、一つだけ覚えてほしいのは、液晶だと黒の光を作れなかったんだけど、有機EL では黒の光が作れる。だから黒を表現できるようになったから、黒が綺麗に映るようになったって感じ。じゃあはっきりするのか、差が。そういうこと。なんか難しいけどさ、 LG が開発したんでしょ、有機EL。そう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 、だからもう有機EL作って9年8年くらいだったね、 LG が。で、他のメーカーさんが有機EL のディスプレイ作ってたら、LG の有機EL ディスプレイを使って作ってたりとかするんで、もうね、 LG しか作れないから一強なんですよ。すごいね。あ、ついた。ここは初めてです。おお。ビビデバビデブーじゃん。反応した子が来ましたよ。イータンね、見て、イータンの顔ね、イータンの顔見て、イータンの顔、イータンの顔ね、イータンの顔見て。イータン
ほら見て、トーク見てごらん。でっかい。これで見れるお互いに。まず Wi-Fi 設定して。Wi-Fi 設定中。やめなさい、それ。みんな楽しいの？これね、AI で音の反響とかを認識して音を出す場所を変えてくれるっていう機能なんだけど、その反響の仕方に応じてディープラーニングして音をバーチャル 5.1 立体サウンドにしてくれる。マジ AI 機能がついてたね。さあこんにちは、ゆめみです。あら、あーこんな画質なんだね。私の20話のがすごいな。口の周りなんかモザイクかかってない。トートに乗って、トートに乗って、トートに乗って。今までこれで見てた方、私たち本当に恥ずかしい。でも本当にこれで確認しないといけないんだなってすごい思いました、自分の仕事柄ね。ちなみにね、まだ実はやってないんですよ。話さないと色が分かんないじゃん。うわー、もういい。チャチャララーラチャララチャラチャララッチャ。うわー、何か壊れる。ほらほら、綺麗になった。うわー、あー、ピントって大事だな。はい、開封完了でーす。開封って何？開封言ってる。できた。あ、でもなんかさ、鼻の穴の色とかさ、はいはい、じゃあこんな感じで。あ、いいね。できたね、イータン。すごいね、イータンが大きいね。イータンのより大きいじゃん。というわけで、はい、インターフェースは HDMI が3本入って、USB が2箇所かな。うん、で、あとは地デジのアンテナと BS のアンテナと、くらいかな。それぐらいなんですけど、 Wi-Fi が入ってるんで、YouTube とかディズニープラスとか Netflix が見れるというのは結構いいね。 Hulu も見れるし、Paravi とか Apple TV も見れるし、 Dazn とか。あ、今までスマホで操作して Chromecast で送ってたんですけど、だいぶ変わりますね。これはすいません、こういう仕事のくせにちゃんと分かってなくて、ちょっとこれからはね、ちゃんとね、大きい画面で確認します。これはインタトーク。あー、でもやっぱ赤ちゃんになってると。赤ちゃんの時そうだよ、まだあなたたちがこの中に入ってんのよ、まだお腹の中にいた。だからママのお腹の中にいたんだね。どこの？ママの、ママのお腹の中にいたんだ。これイータンとこ、お腹見せなくていいからね。あらこれ誰？あ、わかるんだね。これはわかるの。ひどくない、今の。っつってさ、私の出産後なんだからしょうがないでよ。どんな顔したってさ、画質じゃないけど、肌が汚かったからそうやったんでしょ。かわいいじゃん。かわいい。というわけで今回は55型のLG のね、テレビを買わせていただきました。 Amazon で買いたい方は、概要欄にリンク貼っときますのでチェックしてみてください。まあ10万くらいで手に入る有機 EL のすごいかっこいいテレビをゲットしたい方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。これでまたちょっと YouTube の動画のクオリティも少し上げていこうっていう気持ちで、ね、それでは次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ。グラトーグーバーデンTotty bad, my heart, 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 my he